どうも皆さん、キミ F です。積みゲーを崩す様を実況動画として上げていこうということで、クライオブフィア続きをやっていきたいと思います。で、またアパートの中にはいるんですが、どうやら様子がおかしいぞと。サイレントヒルの、裏世界みたいなのがあるんだろうかっていう感じなんですが、やっていきたいと思います。で、とりあえずこっち側までは来たので、ここの階段を登れないよ。じゃあ下に行くしかないんだ。でどう考えてもこれ出れんしな。じゃあここか。こっち開かない。アザーサイド、別の方から鍵がかかってる。このドアかかっ、あー拾ったわ、ベースメント。これだ。はい、マガジンがあるけどさ、そういうところは大体敵がいるだろう。大丈夫か。地下か。暗いんだよな。とにかく、あれは敵か。敵だな、多分敵だけどさ、大丈夫か。サイレントヒル4に出てきそうなデザイン。ローも近くにいる。うん、なんだこれ、何これ。えインフェン、うわ、なんだ。はなんかやられたのか、あいつに。何をやられた。ちゃんと読めなかった。なんか書いてたのかな。少なくとも敵ではある。なんかやられる前にやるか。あれもういるのは分かってんだからな。ここにいんだろ。あ、ヘッドショット。マジか、なんだ。あ、やべ、ちょっと銃で自分を撃ってますね。自殺させられるのか、こいつに。人の体を操れるのか。倒したと思ったら倒してなかったしな、今倒せないのかな。あるいは、なんか対処法があるのか。ヘッドショットとか気にしてっつったらいかんかな。まあ頭が明らかになんか幽霊とかそういう存在っぽいしな。あ、この状態だといけないんだ。3発でさっきも倒れたけど、後ろ違う。一応3発なのかな。こいつは気味が悪いな。消えたってことは死んだんでしょう。なんもないかな。こっちは先に進みそう。なんもないか。倒したら何も起きないっていうことはあいつだったんでしょうね。使ってきてたのは。いるなあ、ね、暗いなあ。うん、なんだ。でスーサイド、ああ書いちゃったの上に。対抗手段がようわからんな。一体倒すごとに戻ってみる。なんかでも湧きそうで嫌だな。無限湧きだったら弾がもったいないだけだからな。
ヘッドショットとかないんだったら、この画面のままあいつに向けてとにかく銃を撃ちまくり、先手必勝ですかね。今4発かかったな。一応消えるまで待って3発か4発か、当てどころが悪いのか、それともこの人は銃の初心者だからたまに変な方向に弾が飛んでいくのか。サイレントヒルのシリーズはそういう設定ですからね。基本的に主人公は別にプロでも何でもないから。あそこにもいる？暗いんですよね。いるけどこいつか。よし、さっきのやつじゃないよな、さっきの向こうにいるもんな。そこがつながってんだったら、つながってるね。よし、よし、これだろう、こういうことだろう。こいつは先手必勝だな。なんか音するね。うわ、首吊りのロープがあるよ。そうは言っても明るいから多少は安心できるっちゃ安心できるが。あ、回復。ん？なんかおかしくない？だってここにあるのに椅子は真ん中にあるの。で、血があるから、これなんか首吊り、まあそういう首の吊り方もあるけどさ。あー、ビデオプレイヤーあったね、上の方に。調べたね、さっき。なんかとなく、そこまで行くのか。一旦ここ行ってみるべきかな。ん？そこだ。やべ、あ、久々だった。子供タイプだった。こいつ強いな。まだ3発で死ぬあいつらの方が、そういう意味ではダメージを負わない可能性は高いから。楽っちゃ楽かな。まあ死んで覚えてるだけなんですけどね、あいつらと戦うと。はここしかないな。あー、戻ってきたのかな。あ、戻ってきたんですね。はいはいはい。ここかな。ビデオプレイヤー上の階だったな。また敵湧いてるかな。1階だっけ。いや1階じゃないな。あー、でもこっちから行かなきゃだよな。あっちから行けなかったからな。どこだっけ。そんな遠い階じゃなかったと思うんだよな。この辺だった気がするんだよな。もっと上だっけか。でもどっちにしろ一本道だから戻るしかないよな。
ここか、ここか。あ、これじゃないか。あ、なんか CD とかが あった気がするんだよな。ここマガジンが落ちてたとこだから、ここだっけ。登れないよね。あれどこだっけ。あー、敵がいた部屋だっけか。なんか敵だけいる部屋があった気がするんだよな。そこかな。戻ってきすぎちゃったかな。変化ないしな、この辺も。敵が湧いてるかもしれないってのは怖いですが、やっぱ2階だっけか。確かにね、敵だけいるの、なんもないのって思った部屋はあったんですよね。あ、ここだここだ。あ、ブラッドに、まあいいや、見よう。あ、さっきの部屋だ。あ、で、さっきの死んでた人だな、奥の人は。この人が拷問かなんかしてんのかな。ああ、でも思いっきり殺しちゃったな。じゃあ、あの首吊りのロープは何なんだ。3729って、ここになんかのヒントが書いてあるんだ。3729、そんなヒントあるかよ。3729、Escape the apartment with the elevator. エレベーターを使って逃げろ。エレベーターを使って逃げろ。エレベーターがあるのは4階だから、4階に戻るのか。1階ちょっとセーブしてくるか。ちょっと遠いけど、ここかな。エレベーターは
4階にあるから、4階に戻るの？戻れるのかな。これで、これじゃ戻れないよね。階段かな、それともエレベーター読める？どっかで引っかかってんだろうみたいなこと言ってるけどさ、4階だよな多分。先に進むしかないかな。まあここじゃないよね、入れないしね。これか、探したわ。あーはい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 、大丈夫かな、なんかセーブしたい気分だけど、まあいっか。もう一機のエレベーターってことですね、これは。へえ。なんだここって言ってるけど、確かになんだここだよな。なんかマガジンが落ちてるのも現実味がないんだよな。完全にサイレントヒルの裏世界だな、こりゃ。一応非常口みたいなのはあるけどさ、マガジン落ちてるな。どこに来たの？下ってはいるけどさ、4階建ての建物だったのに、でエレベーターで下に降りたんだよな。うわ、さらに地下に誘われている。すげえ下るじゃん。セーブしたいんだけど。ボス戦かな、こんなマガジンが落ちてるってことは。セーブしたいんですけど。暗いとこに出たよ。あーすごいよくセーブポイントがあった。あーボス戦臭いな。よし、まあこれ死んでもここでロードはできるぞ。広いな。うわ嫌な音。なんだ。あーチェーンソー持ってるけど、なんか思ったよりでかいやつがいるな。うわこいつは、即死かなチェーンソー。ソーはまあソー、そうだね、ソーはソーや読み方。うん、なんかやってくるか。
引いてんのかな。あ、なんかある。これじゃない。背中になんかあるな。これが弱点とかそういう系か。弾切れたな。ちょっと待って。合ってるかな。なんかあんまり反応がないんだよな、こいつ。なんかもうちょっとさ、反応してほしいんだけど。早っ。くそ。弾結構使うかな。なんか全然手応えがないのよね。でも明らかにデザインがそんなところにそんなの魚の目みたいのないでしょっていうの知ってるからな。あ、やったか。自殺したな。あれなんか戦いで精神的に参った。なんか怪しいな。あのアパートっぽい作りだけど、誰だ。あ、いいね、ちゃんと銃構える。ドクター。怪しいこと言うね、誰でもないって。そうだね。なんだろう。まあ確かにそうだな。ワッツだっていうしかないな。なんかか。あ、チャプター2。Who is the doctor? あのドクターってのは何者だみたいな。チャプターが動いた。あ、セーブできる。はい、では今回はここで終わりにしたいと思います。どうもお付き合いいただきありがとうございました。